こんにちは、エヴァとタケシです。今回は、友達が暗い顔をしているのは自分のせい。恋人が不機嫌なのは自分のせい。飲み会が盛り上がらなかったのは自分のせい。と考えて、くたくたに疲れるというテーマでお話ししていきたいと思います。自分の言ったことで相手が笑う。自分のしたことで相手が怒る。 という体験を繰り返すことで自分の言動は他人に影響を与えると思うようになります。親の言うことを聞いたら親の機嫌が良くなる。親の言うことを聞かないと親の機嫌が悪くなるという体験を繰り返すことで子供は自分のすることで親の機嫌が変わると思うようになります。自分の言動で親の機嫌が変わると学んだ子供は親の機嫌が悪いと 自分のせいかもしれないと考えるようになります。もしかしたら親はお腹が痛くてしかめっ面になっていたのかもしれません。お金がないどうしようと悩んでいたのかもしれません。それでも自分の言動で親の機嫌が変わると学んだ子供は自分が悪いことをしたのかもしれないと思ってしまうことがあります。自分の言動で他人の機嫌が変わる という思いが強くなると、その視点で他人を見るようになります。ああ、今〇〇ちゃんの顔が引きつった。私が何か嫌なことを言ったのかもしれない。〇〇さんがつまらなそうにしている。私が悪いのかもしれない。と考えるようになります。相手の機嫌ばかりが気になり、自分はその人と話すことを楽しんでいるのか、自分はその人に言いたいことが言えているのか、 ということを考えられなくなります。自分が気分よくいることより、相手の気分をよくすることを優先するようになります。退屈そうな顔をしているから、もっと面白いことを言わなければいけない、もっと喜ぶようなことを言わなければいけないと必死になり、自分が楽しむことを忘れてしまいます。他人の機嫌ばかりが気になっていると、人と会うのが苦痛になります。 なぜなら、人間の感情は常に揺れ動いているので、いつでも笑顔でいることはできないからです。常に相手の笑顔を見ていないと不安になる人が、常に笑顔になることができない人間と接すれば、人と会うのが苦痛だとなるのは当然のことです。彼氏が黙っている。私が何か悪いことを言ったのかもしれない。飲み会が盛り上がらなかった。 私がそこにいたからかもしれない。店員が不愛想だ。私が何か失礼なことをしたのかもしれない。となっていたら、人間社会で生きていくことが苦痛になります。他人の機嫌ばかりが気になって、くたくたに疲れている自分に気づいたら、他人の感情の責任を負う必要はないんだよ。と自分に語りかけてあげましょう。あなたは他人の感情ではなく、 自分の感情に責任を持つ必要があります。あなたは自分を楽しませるという責任を負う必要があります。だから自分が楽しめないのは自分の責任になります。それと同じで相手は相手の感情の責任を持つ必要があります。相手は自分を楽しませるという責任を負う必要があります。だから相手が楽しめないのは相手の責任になります。ということで 相手が不機嫌なのはあなたの責任ではないということを忘れないでほしいと思います。そして、どうしたらこの人と一緒にいる時間をもっと楽しむことができるかと考える、つまり自分を楽しませるという責任を果たすことを考えていきましょう。私は他人の感情の責任を負う必要はないということを知っています。 私は自分の感情の責任を負います。私は自分を楽しませるという責任を負います。私は自分の機嫌を取るという責任を負います。私は他人が不機嫌なのは自分が悪いからではないということを知っています。私は 親が不機嫌なのは自分のせいではないということを知っています。私は自分を幸せにするという責任を果たします。私は自分を笑顔にする努力をします。私はもっと楽しんでもいいんだよと自分に語りかけています。私は もっと幸せになってもいいんだよ、と自分に語りかけています。